今日これ、マグカップ。これ英語だと、アカップ、一つなんで、アカップってなるんですよ。ただ、これもう一つあると、カップス。で、これ場合によっては、これが、ザ・カップになる時もあるんですよ。どういった場面で、こうやって使い分けるんだろう。はい、どうも、もーちゃんです。今日は、日本人が結構、わからない方が多い部分ですね。それが、あと、ザの使い方についてお話ししたいと思います。まず、なんで、あをつけるのか。と言いますと、これは、英語というのは、もう基本的に、一つなのか、複数なのかっていうのをはっきりさせます。なので、例えば、ギターだったら、一つのギターだったら、ギターって S が入んないですね。でも、二つだと、ギターズって S が必ず入るんですよ。ギターの最後にですね、語尾に。つける形になるんですよ。これどんなものでも基本的にそうなんですよ。この使い分け方っていうのはぜひ覚えてほしいです。で、もう一つは、いつ「あ」をつけて、いつつけないのかで、例えば数えられないものですね。例えば場所の名前、人の名前とか、物の名前。例えば東京だったら、東京ズっていうのは絶対つけれないので、東京なんです。 S はつけないんですね。そういった場合は、「あ」もつけないんですね。っていうのは、この「あ」をどういったものに対してはつけるかどうかっていうのを学んでもらいます。3つ目は、いつ「あ」じゃなくて「ザ」をつけるか。基本的に「ザ」っていうのは、特別なものを指す時に「ザ」ってつけるんですよ。あのギターとか、そのギターとか、もう特定したものに対して、ものだったり人に対しては、「ザ」っていう形で表すんですね。なので、ぜひこれちょっとご覧になってみてください。 I am a boy。 これは青を使ってますね。これなぜ青を使おうかってことですけど、僕は男の子ですって言うんですけど、まず I am っていうのは、これは一人、複数ではないですよね。なので、 I am の後に、boy が来ます。ただ、この boy っていうのは複数ではなくて、一つを表しているから、指しているんで、必ず青をつけます。なので、 I am a boy になります。次いきます。次は We are boys。 ここは「あ」が入ってないんですよね。これ僕たちは男の子です。これ We are というのは、これは複数です。複数の後に boys、 必ず S が入りますね。で、 boys っていうのは複数を指してるから、「あ」はいりません。「あ」は一つとか一人とか、一つを指す時に「あ」を必ず使って、それ以外の時は入れません。その代わりに「S」を入れるので、 We are boys になります。じゃあ次いきます。次は I am もーちゃん。これもあが入ってますよね。僕はもーちゃんです。これ I am というのは、これ一人です。複数ではないんですけど、 I am、 先にもーちゃんを入れます。で、もーちゃんというのは一人だけど、普通一つだとあを入れるはずなんです。 I am あもーちゃん。ただし、このもーちゃんというのは一つだけど、人間の名前、これ場所の名前だったり、人間の名前とか、物の名前、名前の前にあはつけないんですよ。だから、これは I am もーちゃんのままで正解です。次いきます。これ、 I am Japanese。 これ僕は日本人です。 I am というのは、これ一人ですよね。複数ではないです。この後に I am、 これジャパニーズつけます。で、ジャパニーズっていうのは人、この I am って一人なんですけど、これもジャパニーズっていうのは、これ名前になりますね。人種の名前。だから、あはつけない。だから、 I am Japanese。 これが正解になります。次いきます。これ、 I am a Japanese boy。 この時、あが入ってますね。僕は日本人の男の子です。これ、 I am、 これは一人ですね。複数ではない。なので、ここにジャパニーズボーイって S が入ってないですね。ジャパニーズボーイになります。で、一人の日本人の男の子を指してるんで、あをつけます。 I am a Japanese boy。 これ I am a boy と一緒ですね。ただし、日本人の男の子を表してるんで、 I am a Japanese boy ってあをつけるのが正解です。次いきます。 I am the boy。 僕はあの男の子です。I am っていうのは、これ一人ですね。複数ではないので、この後に boy、 S は入ってないです。
ただしこれ今回は特別なボーイを指している時などは、まあ、例えばそのとかあの男の子って時に the を使います。 I am the boy。 でこれどういうことかっていうと、例えばこの I am the boy のこのフレーズの前に一旦男の子の話をしてたら、例えばこの男の子がいて、この男の子はすごいイケメンで、そしてもう英語も日本語もできて、タイ語もできたりするんです。すごいんだって。ただ実はその男の子俺のことなんだって言った時に I am the boy って使うんですよ。例えば実はっていうの actually actually I am the boy、 これその男の子のは俺のことを言ってたんだ、僕のことを言ってるんだって言った時に I am the boy って感じに使います。で皆さんに今日理解してほしいのは、まずいつつけないのか、そしていつあをつけるのか、そしていつがをつけるのかっていうのを理解していただくように頑張ってほしいです。今日は以上になります。頑張ってください。ではバイバイ。